何？何これ？大変大変です。何やら我が校に良くない噂が広まってます。何？その影響で野球部の部費削減も決まったようです。何なんだ。ああ、俺セーブしてねえ。ああ、やっちまった。俺バカだ。皆さんどうも、ピーマンです。やらかしました。俺セーブするの忘れてた。前回の実況で夏の公式園大会、初めての大会2回戦目のね、実況したんですけど、無事勝利したよね。あの後俺セーブしてなかった。まずい。これ確か能力落ちるよね。え、落ちるよね確か。選手たちに、一郎の能力は？一郎？あ、あ、一郎の能力が落ちてる。わーおー、マジで？一郎クソ弱くなってる。わーお、なんで俺セーブしてないんだ。もうバカ野郎。せっかく育てた一郎が一郎じゃなくなってる。マジで。いや、他の選手はこれ。例えば、おにぎりくんは？うわー、弱ー。平川。うわ、なにこれ。全体的にクソ雑魚になってるじゃん。もう厳しすぎないかい？ペナルティーが厳しすぎるよ。え、富田は？あ、ナックルは健在。ただ能力は落ち着いてるね。うわー、全体的に落ちまくってるわ、これ。うわー。で、これ甲子園大会確か、どうなの？うわー、甲子園大会の勝利もなくなってる。マジで？やらかした。もうせっかく育て上げた最強のチームが、たった一回のミスにより評判が下がり、戦績ポイントもなくなり、グラウンドの土もレベルが下がり、そして選手の能力も下がる。あー、もうやらかした。俺ボンミスだ。もう嫌、泣きたい。泣いてます。せっかく育て上げたのに泣いてます。もうこれほんとマジで。じゃあこれまた甲子園大会2回戦からか。うわー、前回の実況じゃあ全部パーじゃん。やったのね、ボコボコにしたのに。ほんで選手の能力下がりまくった。ペナルティー厳しすぎないかい？それなら選手の学校の評判とかグラウンドのレベルだけでいいでしょう。作り上げてきたものを破壊するゲーム。いやー、もうセーブのそのミスとか俺あると思うんだよね。それはもういいでしょ、あっても。まあしゃあないね。もう甲子園大会実況していこうよ。またですね。もうとりあえず一郎ですよ。能力最悪ですけどね。これ見てよ、オール C 超えてたのに一郎が弱くなってるよ。うわー、もう本当に俺やらかしたバカだ。とりあえずまあ甲子園大会勝っていきましょう。記憶上ではピーマンは前回の実況で勝ちましたが、このパワプロ2014 A 館9の記録上ではまだ初ですからね。これまだ勝ったことないからね。とりあえずまたまた初の試合やっていきましょう。セーブし忘れによって前回の記録が全て消えましたからね。もうマジで。それならオートセーブかなんかつけてほしいよね。これペナルティ厳しいわ。よし、イチローは落ちない。ちょっとさ、もうセーブのし忘れなんてゲームあるあるじゃん。うわー、3点取られてる。イチロー打ってくれ。絶対甲子園で優勝するんだ俺たちは。ここで負けてたまるか。絶対に勝つ勝つ。お、取れた。ナイス、イチロー。左中間抜けた打球はツーベース。走力は落ちたからね。スリーベースはないか。スリーベースはないよね。よし、ナイス、イチロー。よく打ってくれた。衰えてもイチローはイチローだね。天才選手。さて、おにぎりくん。もうこいつは最悪だね。もう能力めちゃくちゃ落ちてきてますからね。落ちましたから。最悪もう、マジで？とにかくおにぎり打ってくれ。捉えた打球は、サード、取って、とりあえず進塁打にはなったね。これでワンアウトランナー。三塁、1点入れていこうよ。こんなとこで負けてたまるか。オートセーブをつけてください。パワプロ2014制作者の皆様、よろしくお願いします。ペナルティが厳しすぎます。捉えた打球は切れるんだよな、ここで。どうだ？行ってくれ。よし、捉えた打球は、すごい勢い。えい、とりあえず1点返したよ。とにかく1点ね、返しました。いや、もうセーブし忘れという最悪の、まあ僕の完全ミスなんですけど、自己ミスなんですけど、勝っていきましょう。うわ、く
甲子園の魔物ここに現る。前回に続きこいつらにトラウマを植え付けていきましょう。許さんぞバカタレ、お前たち八つ当たりをしてやる。落とせ。エラーか。エラーはしないか。頼む、エラー弾いてくれ。甲子園の魔物ここに現れてくれ。頼むよ、点取らないと負けちゃうよ。頼むよ、考えてみて。ゴロでもいいぞ。強い当たりならエラーする。奴らはエラーしまくる。ダメよ、ボテボテあかんよ。三振あかんよ。うわー、もうここで三振ゴミだね。帰ってくれ、地獄へ落ちろ。二度と俺の前に現れるな。チームは4対1。もうしゃあないね。富田ももう能力落ちましたから。ちょっと待って、ここで負けるの嫌だよ俺。よし、ナイス三振。能力落ち着いてもさすがナックルピッチャー、ピーマン高校が誇るエースだ。素晴らしいね。この回なんとかゼロで抑えてくれ富田。綺麗に三遊間。うわー、ホームまで行くな。肩弱いからね。はい、これで5点目。ダメだ。いや、まだ諦めない。奇跡も魔法もあるんだよ。必ずここでイチローが打ってくれるはず。5対1、負けてますけどね。流れはまだこっちに来るはずだ。頼む、来い、打て、イチロー打て。イチロー、ここで三振かよ。あかん。5対1、なんとかひっくり返さないとまずいぞ。頼む、打ってくれ。片桐打つんだ。ノーアウトランナー1塁。お、落ちるか、ポテヒット。いや、ファルゾーンに落ちたね。ダメだ。あー、真正面ゲッツーだね。絵に描いたようなゲッツー。ありがとう。お前はもう二度と俺の前に現れるな。ふざけるな、気持ち悪い。あっち行け。お前前から言うけど、ちょっと息臭かったからね。二度と俺の前に寄りつくな、気持ちが悪いよ。死ねばいいと思うよ。クソったれ、役に立たねえわ。何のためのバットなんだよ。ゲッツー打つためにバット買ったのか。親父に謝れ。家族に謝れ。お前の親御飯はね、お前にゲッツー打つためにバット与えたんじゃないんだよ。ファーストゴロ、正面のファーストゴロ打つためにね、与えたんじゃないんだよ。親御飯の気持ちを考えるバカ野郎。ほんと感謝の気持ちがない子だね。最近の子は本当に腹立つわ。お前打てや、打つために買ったんだろ。打たないバットをなぜ持っている。捨てろそんなもの。ゴミ捨て場に捨ててこい。よし、これだよ。お前は打つためにバット購入したね。あんなもうゲッツー打つゴミクズとは違うね。よし、行こう。8回の裏、勝てるよ。ラッキーボーイ、ラッキーボーイ。ここからの逆転十分あるよ。広角打法、ホームランいける。塚田打ってくれ。逆方向どえらい伸びるからね、広角打法は。ここはちょっとなんか察したのかな、ファーボール。よっしゃ、でもここでイチローですよ。P1 高校が誇る強打者3番イチロー。能力は衰えたにしても、まだミートは A 健在ですからね。謎の落ち。大会前に謎の能力減少っていうね、最悪ですよね。よっしゃ、チャンスは続く、どこだまでも。ノーアウトランナー満塁、このチャンス。絶対に勝つ。強心対応。おにぎりくん打ってくれ、頼むよ。うわー、犠牲フライには持ってこいだね。いけるいける。よし、どうだ。あー、無理か、アウト。めい。ちょっと隣のトトロのおばあちゃんみたいになっちゃったけど。マジでレーザービーム。よっしゃ、いった。いけ、切れるな。切れてない、大丈夫。俺の切れた、最悪、バカ野郎。捉えた打球はセカンド。あー、もうこのチャンスで逆転できないのか。あー、最悪だ。ちょっと俺ここでの負けは嫌だよ。ちょっと勘弁してください。俺勝ってるんです。勝ちました。勝って実況しました。甲子園優勝しますって誓いました、みんなに、見てくださってるみんなに。でもなんだこの現実は。俺が見たのは夢だったのか。いや違う、動画で撮ったはずだ。とりあえず片桐頼む、塁へ出ろ。塁に出ろ、まだ逆転はある。ドラマ性の野球はないね。死ね、三振。もう帰れ、お前も帰れ。来んな、もう。もう親御飯に謝れ。お前はほんと三振にゲッツー、いいとこなし。今日の先輩はお前だよ。ふざけんな、二度とふざけんな。2者連続三振。はあ、あと1個のアウトでピーマン高校の甲子園大会は終わりです。夏は終わりです。理不尽な終わり方です。勝ってるのに終わりです。勝ったのに終わりです。意味が分かりませんが、まだここからの逆転っていうのは俺はあると思う。信じてる。よし、素晴らしい。打つときに打つ、最高だよ。
もう違うね、あんなゲッツーやら三振やらするゴミどもとは。あんなゴミどもうんこ漏らして死ねばいいと思うよ。さて行こう、相馬。いや、お前は代打だ。代打。代打、モンマ。うわぁ、能力やべえな、これ。はぁ、ひどいね、これ。いくらなんでもこんなとこまで下げなくていいでしょう。全員下げるんだね。なんか特定の選手、3人か2人かと思ったら全員能力下げられてるのね。ペナルティ厳しすぎるでしょ。何このいじめ。よし、捉えた打球は、いいね、ラッキーゾーンに行ったね。す、わー、ファール？マジで今の。入ってないの。あー、終わった。うわー、なんであれ、なんでよ、なんで最後の最後切れたの。はーい。申し訳ない。見てくださってるみんなにはね、ほんと最悪の展開ですね。俺にとっても最悪ですよ。何ですか、これ。ねえ、勝ったのに負けたっていうね。前回の実況で勝って準々決勝やっていこうぜって。テンション上がってたのに、何これ。はぁ、もう本当にもうペナルティが厳しすぎる上に、もうオートセーブつけようよ。それならセーブのし忘れあることじゃないっすか。違いますかね。ゲームあるあるでしょ。開発陣はゲームをしたことはないのか、ゲームしたことないやつがゲームを作ってるのか。いや、もうペナルティが厳しい。もちろんね、これを悪用する方っていうのはいると思うんですよね。だからあの負けたら消してってやる方も当然出てくると思いますよ。このノーペナルティがなければね。ただね、し忘れってあるじゃないですか。ね、故意的とそういうの違うじゃないですか。ね、いいじゃないですか、ペナルティ。いいよ、例えば我が校の評判グランドレベルを下げるならまだしも。選手の能力全員下げるかね。もう本当に俺はもう調子に乗ったね、前回の実況。余裕で勝ったからさ、セーブしなかったんだよ。テンション高いまんまでね、すぐ消したんだよね、実況動画。撮り終わった後に。で、結果これですよ。もう何これ、俺運がないというか、なんというか、俺の人生もう不幸満載だね。不幸不幸不幸、これからも不幸ですよ。せっかくの甲子園体育会をこんな茶番劇で終えてしまった。他も見てくださってるみんなには申し訳ないわ、本当に。なんだこれ、なんじゃこりゃですよ、なんじゃこりゃこりゃですよ。あー、悔しい。申し訳ない、ごめんなさい、本当にごめん。俺のミスだ、俺のミス、俺のセーブのし忘れで、ペナルティを受けて我が子を弱体化で、本来勝てる相手でしたが負けてしまった。はぁ、あ、もう一からですね。また一からのスタートですが、ほんと見てくださってる方にはね、申し訳ない。ね？究極的なグダグダでしょ？こんな実況とか、なかなかないよ。実況じゃない。もうグダグダですよ。最悪だ。まあ、負けてしまったには仕方がないですからね。まあ、とにかく3年生のみんなありがとう。一郎もありがとうね。もう能力衰えてね。まあ、強かった一郎が弱くなりましたけど、これ見てよ、もうここ。もう我が子ひどすぎないこれ。ああ、中堅校一気に、あ、強豪から中堅校へ落ちたね。次期キャプテンも誰にしよう、誰にしたっていいでしょう。あ、じゃあ宮田でいいや。最後よく打ってくれたね。はい、3年生の方が引退しましたね。もう一郎が引退。一郎とこんな別れ方するとは思わんかったわ。はあ、また1からのスタート。頑張っていきましょうかね。OK。育成タイプは打撃60タイプでいいでしょう。頑張っていこう。ほんとね、もう悲しい終わり方ですよ。涙が出てきたよ。グランドレベルも土も、グランドレベルもね、白土に戻りました。我が校の評判も中堅校に落ちましたけど。もう、セーブだけは皆さんちゃんとしましょう。もう、これは本当に俺のミスです。はぁ、最悪。あー、最悪だ、本当に。ま、しゃあない、もう悔やんでも仕方がないからね、前を向いてやっていこう。前向けるか、バカ野郎、ふざけんじゃねえ、おい、この野郎、ふざけんなよ、お前は。めちゃくちゃキレとるわ。めちゃくちゃ俺キレてるよ。うわー、もう本当にこれだけは悔やまれるな。もうしゃあない。もう行こう、もう前を向きましょう。
もう前を向いて歩いていこう。とにかく一郎ありがとうございました。一郎またね、もしよかった天才一郎来てくれ。また一郎を作っていきますので、今回の一郎は僕が思う一郎は作れてたと思うんですが、残念ながらハプニングによりね、能力の方が大幅に下げられました。あ、そうだ、矢部もいたんだね。矢部能力クソ弱いけどね、もともと高くなかった能力なのまた落ちたからね。もう来んなよ、何 OB 我が校のテンション評判下げさせてね、練習効率を下げらすとか、もう来んなお前。いいや、お前のプロ野球の話とかどっちでもいい、お前のその話ほど興味のないもんはないね。秋の大会前で弱ってるんだよバカ野郎。はぁ、最悪、もうこれ秋の大会もボコ負けでしょうね。勝てる気配がない、能力も全体的に弱いもん。練習試合申し込みか、使っていこうかな。練習試合でちょっとやっていこうよ。うわー、やっぱ相手強いよ。じゃあ松前工業高校、そこそこ相手にやっていきましょう。問題ない、やっていこう。練習試合だ、勝って練習信頼度だったりたくさん上げていきましょう。ちょっと最悪な感じで幕閉じたからね、甲子園を。あの甲子園を最悪な形で幕を閉じるっていうね、もう本当になんじゃこりゃですよ。これ見て、能力全部 G で、はあ、ひどいペナルティだね。ここまで厳しくするかね、やるとこやれや。やるとこ作ってペナルティやれや。おお、もうオートセーブつけようや、そんなんだらさ。これ俺のミスだけどな、俺のミスなんだけどね、ペナルティが厳しすぎるよね、どう考えてもね。よし、とりあえず練習試合勝っていきましょう。もう3年生黄金時代、多分あれがピーマン高校の最後の黄金時代になりますからね。多分もうこれ甲子園出場できないよ、これから3年間。ええ。とにかくもう元あった能力が落ちまくってるので、これからは無理でしょう。うん。一旦こいつらが全部卒業してまた一から作らないとね。ここから強くすることは不可能ですから。また3年間暗黒時代到来ですね。ええ。ピークは過ぎた。前世紀ほどの力は我が校にはもうない。とりあえず松前工業を潰していきましょう。そこそこ相手に勝つことはできるのか。おにぎりくん強かったけど能力落ちた。ただこの選手まだ1年生ですからね、まあ、伸びしろはある。これからもっと強くなるかもね、弱くなるかもしれない。よっしゃ行こう、おにぎり。おー、ファーストギリギリ切れたな。何それ、お前ふざけてんのかね。お前結構ふざけてるよね、何その打球。いいぞ、ピッチャー陣うまく抑えてくれよ。おにぎりくん一発ドカンといこうよ、ホームラン見たいな。おにぎりくんのホームラン見たいな。能力落ちる前はかなりホームラン打ってましたからね、大会でも大活躍だったんですが、能力落ちてからは無理だね。ほらミート力がもうないからさ、捉えられないっていう。お、藤山すごい格好だな。すごいやつ、こんなやついたんだ。 OK、 流し打ち。取れた打球はファールゾーンに落ちるね。ファールゾーンに落ちるんかい。最悪のハプニングに見舞われましたが、まあ、勝利を目指してやっていこう。おフィルダーシューズ来たね。エラーか、エラー。ほう、相手のエラーでワンアウトランナー満塁。運はあるね。残念ながら、まだ残念ではないけど、ピーマン高校まだ運はありますね。あの甲子園に行けたのも運が良かったからだもんね。よーし、犠牲フライには持ってこいですね。ツーアウトランナー、から1点が入りましたね。おう、イエス、最高だ。2対1。まだまだ点を入れていきましょう。上竹、お祭り男を使っていこうかな。お任せでいいでしょう。おお、取れた打球は切れる。ファールゾーン。ファールゾーンに打つためにバットを振るな。フェアゾーンに打とう。ファールばっか。三振フラグ立ったな。ここはセカンド取られて、あーエラー、どうだ、ダメー。まあ、とりあえずね、勝ち越しに成功したんでいいでしょう。どうだ、あとは守るだけよ。抑えてくれよ。おにぎりくん、ここでお前の一発を見たくて仕方がないよ。強心対応だ。もうおにぎりくんはミート対応なんて打たさないからね。関係ない。こいつだけは強心対応で打たしていくからね。はぁ、バットを振らないっていうね。何この論外。論外すぎるね。バット振れや。振ることを覚えろ。どういうことだよ、振らないって。振りたくないのか。何、拒否、監督の言うことを拒否するっていうね。せめて一回振って三振しよう。それなら俺は納得できる。全部見逃して三振とか。相手のここエラーしまくりだね。どうしたんだろうね。すごいエラーしてるよ、ポロポロ。今日相手のエラーなかったら負けてるからね、俺たち。捉えた打球、ピッチャー、いい打球ですがファール。もうこういういい打球のファールが多すぎる。打ってくれ、フェアゾーンに。
ここはサードゴロでアウト。まあこの回も1点入ったんでいいでしょう。あとは守り抜くだけですね。うわー、ワンアウトランナー二塁。このピンチか。植竹どうする。ここまで85球。おお、防御率低いな。よく頑張ってくれてるよ。外野前進だね。とにかく緩急重視。打たせて取ることも大切だ。三振だけが全てじゃない。アウトを取ることが目的だからね。はあ、一二遊間芸術だね。綺麗に打たれるっていうね。じゃあピッチャー変えようかな。ピッチャー変えていきましょう。お前はもう信用なら。防御率詐欺だ、防御率詐欺。 0.8 なんて嘘だよ。絶対嘘だ。行こう。すごい髪型したやつ高野連に止められるタイプのやつだね大会出場できないタイプの人間だ。 OK、 よし、いいぞ。月でもいい。よっしゃー、下川ナイス。1年生ですが素晴らしいですね。緩急重視。いいぞ、打たれるなよ、打たれるなよ。えいー、セカンド藤山取って。うわー、ただのセカンドゴロが内野安打。敵の足が速いわけでもなく、何この守備能力のなさ、ひどすぎるね。小学生に守らした方がまだアウト取れるわ。何この、もう野球やめた方がいいんじゃないかな。向いてないと思うよ、そもそも論。君向いてない。さて、モンマン自由に打ってくれ。もういい。俺の中でもう栄冠ナインの火は消えた。やろうと思わない。やるモチベーションを感じられない。もうね、正直俺の中では負けてもいい、もう負けてもいいって。やる気を感じない。そりゃそうだよ。作ってきた選手全員あのように言ったからね。俺の知らぬとこに行ったからね。もういいやってなったよ。はあ、もう最悪。俺のボンミスにより本当に、いや、もうやめよう。もう振り返っても意味がないからね。オッケー、グランドを魔物を使っていきましょう。練習試合コールド勝ちがあるからね。うん、頼む。コールド勝ちでいいぞ。イエス。まずは芸術的なセンター前ヒット。おお、グランドの魔物ここに現る。素晴らしいね、素晴らしいね。やっぱグランドの魔物、この能力はやばいから。打ち気だと発動されるんだよね。打ち気の選手がこの発動するんで、そういう選手もスタメンに入れておいた方がいい。この能力はほんとすごいからね。10対0からでも逆転できるのがこのカードの魅力ですからね。よし、行ったか。もう切れるあたりを打つな、バカ野郎。よし、素晴らしい。これは行ったかな。よし、フェンス直撃。素晴らしい当たりじゃないか。タイムリーツーベースね。あとちょっと弾道が足りなかったかな。今なんかザッタッチみたいになったね。ちょっとみたいになったけど。なんか変な感じになっちゃったね。あと2点取れば、コールド勝ちですね。7点開けば、あれですからね。よっしゃ、あと2点取っていこうかな。コールド勝ちといこうよ。えい。いや、でも、そこそこ相手だとまだ勝てる余裕はあるね。えい。ファースト牽制球ミスですね。グランドの魔物が発動されてるので、このようなことがあるんです。4ウォン。はい、素晴らしい。あー、エラー。あー、ここはダメー。あー、あと2点取ったら勝ちだったの。あ、まだワンアウト。あ、まだワンアウトなのこれ。あ、びっくりした。あ、そうなんだ。そうなんだ。初めて知った。俺、ツーアウトかとずっと思ってたな。これはどうだ。あ、ここもアウト。まあ、こんなのでエラーはしないわな。エラーする要素が皆無っていう。さすがにそんなのでエラーしたら、俺が切れるわ。おい、待てと、お前。お前そこそこだろって。お前のチームそこそこだよねっていう。あー、うちここもダメ。グランドの魔物は発動されずですね。まあいいや、抑えていこう。下川ここまでナイスピッチング、うまく投げてくれてるね。この1年生はちょっといいかもしれない。予想以上に抑えてくれるね。どうだ。よし、素晴らしい。三振を取れるっていうのはね、やっぱ魅力的だね。打たせて取るピッチャーもいいけど、やっぱ三振は素晴らしい。さて、この点差、ここからの逆転はほとんどないと思いますが、油断せず抑えていきましょう。よし、下川、いいぞ。捉えた打球はセカンド真正面。守備力を上げていかないとね。そうだ、もう守備力も全部落ちてますからね。1から全部やり直しっていう。よし、下川、捉えた打球は、あの、レフト後ろいすぎじゃない。なんでそんな深めのとこ守ってんの。定位置深すぎでしょう。何その定位置何を誰に警戒してんの。ゲッツーシフトでしょうな。低め中心、抑えろ。あー、スタミナ切れた。最悪。まあ点差はまだあるからね。ちょっとピッチャー変えていこうか。ダメだ、ちょっと下川スタミナないからね。よくここまで投げてくれたよ。あとのことは全部菅原に任せた
打たれるなよ、菅原くん。すげえ髪型、おめえも甲子園出場できねえな。高野連に止められるタイプだね。うん、頼むよ。月でいいよ。あ、多分守備能力低いから月は無理かな。どうだ。はい、これも一郎がいたならば取ってくれたかな。どうだ、アウトか。アウト、ウェイ、ナイス、レーザービーム、素晴らしい。レフトナイス送球だね。ちょっとバウンドがあったのがあれなんだけど、うまくコントロールは良かったね。肩の威力は少なかったけど。よっしゃー、はい。ちょっと3年生が抜けて、そして能力もね、弱体化した我がチームですが、やはりまだそれなりの能力は持ってるって感じですかね。信頼度が高いのか。ん、無事勝利ですね。初の甲子園大会は負けてしまいましたが、練習試合は無事勝利。まあ、この勢いのまま秋の甲子園、秋の県大会もね、勝てていけたらなと思いますので。ん、しゃあ、いいぞ。で、何していこうかな。あ、ちょっと待て。おい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 、皆さん。特殊能力マス、うん、待てよ。ガールが、ちょっと一マスで勉強していこう。青マスに止まっていこう。よっしゃ。やべ、頑張れよ、やべ。やべ、やべいるんだけどね。我が子にやべいるんだけど、能力クソみたいな選手ですから、最悪ですよ。変化球投げ込み。あ、8月終わりですね。はい、夏休みも終わり。最悪の8月となりましたけどね。この5年目、6年目ですか。さて、練習指示していきましょう。何しようかな。いや、お前はとにかく変化球よりスタミナ、いや、コントロールだね。制球を磨いてくれ。植竹は、スタミナアップか。うん。スタミナアップでいこうかな。コントロール、いや、球速の方がいいかな。球速がなさすぎる。菅原は、ちょっとお前は変化球アップよりもスタミナアップ。お前もスタミナ。で、下川もスタミナ。ちょっとスタミナがないと投げれないからね。おにぎりくんはパワーアップでいいでしょう。守備力これ見て。下がりすぎでしょ。ペナルティがほんと厳しいわ。何このいじめ。ただのいじめだよね、ほんとに。はぁ、ひどいね。とりあえず今のこのまんまでいいかな。藤山。セカンドの選手ですが、守備力がなさすぎるので、補給を上げていこう。補給アップ。で、菅沼、お前も守備力ない。打撃も最悪。もう下がりすぎです。いじめです。ただのいじめです。ひどすぎるわ、ほんと。何これ。いや、無理だわ、これ、ほんとに。勝てねえよ、こんなので。どう勝てって言うんだよ。はぁ、もう、こんなミスあるかね。もう泣きたくなってくるわ、全部育てた選手が弱体か。何度も言うよ、俺は。ペナルティ厳しすぎ。オートペナントつけてくれ、さ、オートペナントじゃない、オートセーブつけてくれ、それなら。おかしいでしょ、このペナルティの、レベルが。ねえ、すごい、はい、待ってました、みたい、言わんばかりとこのめちゃくちゃ能力下げてくるっていうね。やめさせたいのかな、ゲームを。やめろって言ってんのかな、制作者の皆さんは。お前もうパプロやめた方がいいよって言ってんのかな。はぁ、もうモチベーションはもう全下がりですけどね。やる気は全てなくなりましたけど。どうしようかな。これ見てよ。まともな能力がいないっていうね。んー、じゃあもう矢部につけようかな。ドイツにつけたって同じだからね。じゃあセカンドの選手につけようかな。何しよう。守備職人。あ、これあるとだいぶ違うぞ。はい、厳しいか、無理でしたね。無理だよね。俺も最初から分かってた。お前無理だなってこと。全部分かってた。期待してないし。そもそもお前みたいなクソみたいな人間に期待してないからね。あ、期待しようとも思わない。うん。チームの性格、おー、いいね。大抜き。現在はクール。うん。占い結果を受け入れる。ごく普通。ごく普通は全体的に上がりやすいタイプになったってことだよね。微妙。ザ、微妙だね。最悪だ。良くも悪くもないっていう。あ、秋の公式戦が見えてきましたね。じゃあ次回の実況では秋の公式戦を実況していきますよ。あ、前評判はいいの。雑魚高校ですね。松野水産高校。オッケー。1回戦目はなんとか勝てそうな相手だね。よかったよかった。十分勝てる。とりあえず我が子もまた一段、一からね、強化していきましょう。ほんと悔しいですけど。涙が出てくるけどね。そうだ、オーダーセットも組んでいかないとね。じゃあどうしようかな。遠投で肉屋さんの元へ行こうか。ん、肉肉肉肉肉肉し、まあ、とりあえず秋の高校大会1回戦目は余裕で勝てるね。そこでは先に言っとく。
前評判いいには負けへんで。そんな高校に負けてたまるかバカ野郎。てなわけで最後、オーダー設定の方組んでいきましょう。最後セーブも忘れずんで、ね、セーブも忘れずにやっていこう。先週データかな、先週データじゃない、起用法だね。起用法から、あ、ここだね、オーダー設定。とにかくおにぎりくんは4番、塚田、パワ ー、 あー選手全然いない、そもそも選手がいないっていうね、この能力のひどさ見てよ。はぁ、一昔前に戻った感じがするね。実況1回目に戻った感じがするよ。俺はもう変える必要がないね。このまんまでいいか。はい、このまんまでいいですね。もうほんとね、皆さん申し訳ないですわ。ほんとにグダグダ、もう究極的なグダグダですね。見てくださってる方にほんと申し訳ない結末になりましたが、もう一郎もいなくなってね、本当に一郎の能力も最後下がりまくって、本当にもう本当に申し訳ない感じになりました。ね、また一から作り直していきたいと思いますので、弱くなったわけじゃないからね。2年連続甲子園大会目指してこれからやっていくので、もしよかったらね、館内の実況引き続き、泣きたいよ、実は泣きたいんだよ。また見てくださると嬉しいですよ。じゃあバイバイ、また会おう。泣きたい。